こんにちは、牛ワークです。今回は、ダイヤルを左右に回し、番号を合わせて扉を解錠する。ダイヤル式金鋼。金属の塊から削り出します。ダイヤル式金鋼、金属の塊から削り出して、すごいをお届けします。牛ワークは、汎用旋盤という機械を使って、丸物加工を得意としています。小型の機械を使って、手のひらサイズの小さい金庫を作ってみた。手のひらサイズの丸30ミリ、幅70ミリをベースに設計。図面は手書き、削りながら寸法を調整してます。右回転、左回転を繰り返して解錠する構造にしました。加工していくよ。今回は、真鍮とステンレスを使用しました。金色が真鍮。金色がステンレスです。完成。パーツが完成しました。ステンレスケースです。削り出しの切削模様がかっこいい仕上がり。小さい中に技術を詰め込みました。手のひらサイズのコンパクトさ。ダイヤルです。ここを回して解錠します。回しやすいように、ギザギザのヒラメローレット加工。からくりパーツです。真鍮の金色を入れて、かっこよさアップ。購入パーツのベアリング、チム、ネジ、バネ。パーツが揃いました。組み立てていくよ。鍵の内部、からくりパーツを組み立てます。ステンレスのシムを入れて、金色の円盤を3枚、バイスでまっすぐ組み立てます。ベアリングが内蔵されていて、回転するようになっています。ダイヤルに組み込みます。バネを入れて、ピンのついたプレートをバイスで圧入します。3ミリの抵当ボルトをねじ込んで固定。ケースに鍵を組み込みます。ケースの内部がネジになっています。鍵もネジになっていて、ケースに鍵をねじ込んで、
完成。小さい金庫完成。スペックはこちら。解錠しながら、構造説明します。ダイヤルを回しても空転して、開きません。ダイヤルを引っ張っても開きません。解錠スタート。鍵は、ネジで閉まっているだけの簡単な構造になっています。ネジがケースに埋め込まれているため、ネジを外から回すことができません。ダイヤルを回して、ピンを操作し、ネジに差し込んで、回すことで解錠できます。回すことしかできないダイヤル。ケースの中はこんな感じになっています。3枚の円盤と円盤についているピンが解錠を邪魔します。ダイヤルを右に回して穴を見つけてビク。1分経過、1枚目突破。ダイヤルを左に回して穴を見つけてビク。2分経過、2枚目突破、見つかると嬉しい。3、ダイヤルを右回しで穴を見つけて引く。ダイヤルの引き加減が難しく、解錠を妨げます。引いた位置をキープしながら回して穴を見つけます。途中でダイヤルを離すと、バネの力でダイヤルが最初に戻るので注意。3枚目突破。4、ダイヤルを引きながら回してネジの穴を探します。5、左に回して解錠。開いたー。解錠に4分かかりました。右、左、右、左に回して解錠する金庫ができました。手のひらサイズで構造を考えるのが楽しかったです。金庫作り楽しかったので、また違うテーマで作りたいなと思ってます。牛ワーク、チャンネル登録よろしくお願いします。それでは、また、次回。